ジャムは、ジャパンアニメソングメーカーズプロジェクトの、略です。結成は2000年で、ちょうどその頃結構、日本で、アニメの主題歌を、J-POP のアーティストが、主題歌と関係ないようなスタイルで曲を、タイアップでやるのがちょっと増えてた頃で、で、自分たちはもうみんな長い時間、アニソンを歌ってきたので、こうアニソンの文化っていうのがなんかそのために慕ったりしたら嫌だなっていう気持ちがすごくあったので、こうジャンプロジェクトを作って、アニソンらしいアニソンを作り続けていくぞということを、世の中に宣言して、その活動を始めました。俺たちの世代でももうベテランって言われてますけど、でも日本には俺たちよりずっと年上の佐々木沢さんとか、水木一郎さんとか伊佐を、先輩たちもいて、俺たちがアニソンを歌う始めるもう何十年も前からずっとそういう、アニソンの文化って今続いてきてるんで、もう本当に、日本の一つのなんかカルチャーの一つだ。レコード会社の方から、ワンパンチマンが、コミックがすごく人気で、今度アニメになるっていうことで、主題歌をこのジャンプロジェクトでお願いしますとオーダーされたところがスタートです。もう自分たち16年もやっているので、大体こう曲の中での、パート分けっていうのは自然に、決まってて、ワンパンチマンの主題歌の中でも、例えばイントロで、ワンパンチって叫ぶのはああいうのを大体遠藤君がやって、それで例えば曲の最後のすごくこうロッケンなシャウトは大体いつも福ちゃんがやってるとか、いつもの自分たちのこう王道パターンですね。あと曲中は普通にみんなキーがそれぞれレンジが違うので、いつも通り、上ハモ組、メロディー組、下ハモ組、そういう感じで分かれます。ファンがこうどんな風にこう望んでるのかっていうこととかもすごくよく分かって、それは曲作りや、作詞にもすごく役立ちました。もうトレーラーが先にできてたんです。それは、歌の入ってない主題歌のようなギターだけの音楽がついてたんですけど、でそれを作った宮崎っていうミュージシャンがいるんですけど、彼はもうまさになんかワンパンチマンのサウンドをすごくこうもう作ってる人で、で自分たちもその彼の世界に、なんか合わせるのが絶対ベストだと思ったんで、ジャンプロジェクトで曲も詞も作って、でその、サウンドプロデューサーの宮崎くんが、全部アレンジをやって、主題歌が完成しました。なんか僕が曲も詞も作ったんですけど、自分のイメージとしてはもしドラゴンボールが今もこう存在してて、今の時代の感覚でドラゴンボールの主題歌とかを作ったらこんな感じがいいんじゃないかな的な、気持ちでこう曲を作り始めました。レコーディングしてる時の手応えで言えば、個人的には遠藤君の頭のワンパンチの叫びを取った時に、なんかこれ絶対
みんな好きになるだろうなと思いました。やっぱりその番組のためだけに作られるわけじゃないですか、特にオープニングの主題歌っていうのは。そうなると、まあちょっと大げさな言い方すればなんか国歌じゃないけどなんかアンセムみたいな、もうワンアンドオンリーでそのキャラクターだったりそのアニメをもう表現してるような、あの主題歌が絶対最高だと思うんですよね。でワンパンチマンだとやっぱりこうズバ抜けて強いし、ちょっと乱暴なところもあったりして、まあ、最後までこうずっと熱く叫ぶみたいな。それまあ自分たちが例えばスーパーロボット大戦とかガロとかいろんなこうレギュラー的に作ってる主題歌もそうなんですけど、やっぱりその世界観をこうどん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 こう構築していくことが最高だと思います。まあ、時間との戦いはやっぱり日本のアニソン作るアーティストの場合まあなんか絶対的なものがあって、俳句みたいですね。はい。でも怖いのはいつもいつも主題歌作ってるんで、例えばもう普通に作って時間も計んないんで作ってパッと時間見たらちゃんと90秒になってたりすると、ああもう自分が怖いわっていうか、体が90秒に染みついてる感じです。そういう時はすごくあります。まあお客さんいるのといないのと全然自分たちのこうなんていうかテンションがやっぱ変わってきますよね。こう特にああいう6色の強い曲っていうのは、例えばもう途中でパーオラっていうとことかってお客さんすっごいもうなんかすごいパワーって言ってんじゃん。そういうの見るとやっぱりリハーサルの時とかにはないやっぱりすごいこう自分たちもハイになりますよね。まあフェイクっていうんですか、こうみんなこうちょっとメロディーが崩れたり、あとまあ全然関係ないところでシャウトしたりとかっていうのは結構自由にみんなやってると思います。だからすごくどんどん難しいアニソンとかがね、すごい出てきてるんですけど、やっぱりそのボーカロイド用の先生とかが作ったり、作ったりするものを歌えるのがすごいみたいな。だけど、まあ私個人の考え方だとすると、やっぱ最近相当のエンドさんの話じゃないですけど、まあ、古き良き部分を残しつつ、そういうその、まあ、言葉も聞き込めて、歌うっていう、その震わせるっていうのは、やっぱ人間の生態じゃないとできないものが、デジタルの音では出ないところがあるような気がするので、うん、両方、あっちはあっちであっちの部分があってね、両方大事にされたらいいなと。グラスのみんな、こんにちは、ジャンプロジェクトです。いつもワンパンチマンを応援してくれてありがとう。じゃあそんな、フランスのみんなに、ちょっとだけ歌をプレゼントします。カモンエンちゃん、ワンパンチヒーロー、俺を称える声や喝采なんて欲しくはないさ、ヒーローだから人知れず悪と戦う。うまくいった。